ロンズデイライトは、六方小型の結晶構造を持つ炭素の同素体。その結晶構造から六方小ダイヤモンドとも呼ばれる。ロンズデイライトという名称は結晶学者、キャスリーン・ロンズデールに由来。自然界においては、隕石が地球に衝突した、際の巨大な熱と圧力によって、隕石中のグラファイトの構造が変化し生成される。 ロンズデイライトは、バリンジャークレーターを作った隕石の一部キャニオン、ディアブロ隕石から、1967年に、初めて発見された。キャニオンディアブロ隕石のほか、ケナ隕石、アランヒルズ77,283といった隕石の中から、顕微鏡でしか見えないほど微細な結晶として、ダイヤモンドと共に確認されている。また、 ロシアのツングースカ大爆発の現場からも存在が報告されている。ロンズデイライトと同じものはおそらく1967年よりかなり前から研究室内での性的プレス時や爆薬使用時にグラファイトが加圧加熱されて生成されていたと考えられる。色は高滑色透明。屈折率は2.40から2.41。 比重は3.2から3.3、モース硬度は3、または7から8。一方ダイヤモンドのモース硬度は10である。このロンズデイライトの硬度の低さは主に天然に存在する材料に含まれる不純物や欠陥によるものと見られ、純粋なロンズデイライトはダイヤモンドより58%硬いと予想されている。ブロモホルムを NAK 合金で還元してられるポリマー。 ポリの薄膜をアルゴン雰囲気下で室温から800摂取1300度まで消温、熱分解するとダイヤモンドの薄膜が得られる。その中にロンズデイライトが含まれていることが文工学的に見出された。ロンズデイライトはダイヤモンドよりも58%硬い可能性が示唆されている。ネバダ大学ラスベガス校と上海交通大学の研究者らは 第一原理計算により、切れ込み上の非常に大きな負荷をかけると、ロンズベイライトの抵抗力が78%も増大するというシミュレーション結果を2009年2月に発表した。その研究結果から、純粋なロンズベイライトは 152GPA の鋭利な圧力に耐えると推測されるが、これはダイヤモンドの 97GPA より高い。 炭素の同素体 A、ダイヤモンド B、グラファイト C、ロンズデイライト D、E、F、フラーレン G、無定型炭素 H、カーボンナノチューブロンズデイライトは六方小系の単位法を持ちダイヤモンドの単位法と同様細密充填構造であるダイヤモンドの立方小構造はシクロヘキ酸管が 椅子型ハイザを取りながら連結したものという見方ができる。一方、ロンズデイライトの構造では連結したシクロヘキサンの一部が船型ハイザを取っている。ありがとうございます。